そう言って、死は、三郎に次のような命題を与えました。人間は、この世に何をしに来たのか。今日からこれを考えるのだ。いつまでかかってもよろしい。滝壺の脇で、毎日考えるのだ。いいな。これだけ言い渡すと、死は、ロバに乗って去っていきました。これ以降、三郎は、死に与えられた、 命題に取り組むことになりました。とにかく死の与えた命題を念頭に置いて毎日滝つぼのそばで瞑想を繰り返したのです。ある時カリアっパ氏は三郎と死について話しました。人間というものはとにかく意味もなく死を恐れるものだ。どうやらお前もその一人のようだね。しかし どんなに心配しても気にかけても人間はこの世に誠意を受けたからには一度は死ななければならない。それが天の摂理だ。それは分かっているだろうな。三郎は小さい声で「はい分かっています」と答えるしかありませんでした。そうかそうだろうな。人間はみんな生まれ落ちた瞬間にいつかは死にます。 それまで生かしていただきますと、天に向かって約束したわけだ。そうだろう。それが分かっているのなら、何も、今更死を恐れたり、気にすることはないではないか。気にしていても、死ぬ時が来れば死ななければならない。また、気にしないでいても、やっぱり死ぬ時が来れば死ぬ。同じ死ぬなら気にしないでいた方が気楽でいいだろう。そう言われれば、 至極当然のことだと思っても分かっていながら三郎はすぐ落ち込んでも暗い心になってしまうのでしたそんな三郎の心を知ってか死はまた三郎に語りかけました死は目覚めない限り永遠の眠りと言うだろうその時の状態は何も知らずによく眠っている時と全く同じだろうとすればよく眠っている間は 死んでいいるるととと同じだということになるつまり人間は毎晩寝ているわけだがそれはそのまま毎日死んでいるのだと言い換えることができるわけだもっとはっきり言うと人間は毎晩死んで毎朝生き返っている眠るのはいいが死ぬことは嫌だと言うのかね永遠に眠るのは長すぎるから嫌だと言うのかね もしそのように考えるならそれは大きな間違いだなぜなら眠りの中には時の流れはないからだ時という観念は心の働きがあってこそ初めて意識される問題であって眠っている人間には時の流れなどないのだよく寝たとかずいぶん寝てしまったなどと思うのは目覚めた後に心の働きが生じ 肉体の感覚が感じられるようになって初めて起こる現象だろう。眠りに時の流れがないとすれば、一夜の眠りであろうと永遠の眠りであろうと眠りそのものには違いはないはずだ。そうが点が行くなら死など少しも恐ろしくないだろう。結局死の恐怖などというものは考え方の違いに過ぎないのだ。確かにその通りだと思っても。 サブローの心からは、そう、簡単に、死の恐怖がなくなるわけではありませんでした。カリアッパ氏は、そんなサブローの心配事をよそに、荘厳なまでに美しいヒマラヤの山々を眺めながら三郎に語りかけました。こうして、お前と私は、美しい山々を眺めながら、幸福な時間を送っているのだが、もう一つ大事なことがある。今現在、お前は、 自分が生きてこの世にあるのだということを実感しているかねこう聞かれて、三郎は返事に窮してしまいました。人間というものは、たとえ生きていても、その生きていることを実感していないと、その人は死んでいるのと同じことなのだ。そこが大事なところだ。お前のように、胸に病を持っていれば、確かに生きづらいだろう。それは、 私にもよくわかる。息苦しいこともあるだろうし、熱が出れば気分も悪いだろう。しかし、そういう苦しさつらさがあるのも生きていればこそではないのか。たとえ病があろうと、どうあろうと、とにかく、今、お前は生きているではないか。そうだろう。三郎は、はい、そうです。と答えるのがやっとでした。 まだ何か言いたげだな。しかし、お前が時折愚痴っているように、お前の体はいつ死んだとしても不思議はないはずだ。今ここで、血を吐いて死んでしまっても、誰にも文句は言えないだろう。そういう状態に置かれながらも、お前はなおかつ生きていられるのだ。いや、生かされているのだよ。今死んでも文句の言えない人間が、こうして、 草の上に座って見事な雪山を眺めている。お前はそのありがたさを感じないのか不思議だなあ。ありがたいなあ。とにかく何があっても自分は生きているのだそうは思わないかここに至って三郎は自分が何か大きな考え違いをしていたのではないかという気持ちになってきていました。今日も一日も生きていられる。 そうだろう。ところが、今までのお前は、生きているのが当たり前だと、言わんばかりだった。しかし、そんな権利を主張するような資格は、お前にはない。いや、そんな資格は、人間、誰しもあるものではない。生きているのが当たり前だ、などと思っているから、あれこれ、不平や不満が出てくるのだ。自分だけこんなえまいにかかるなんて。 いいつも、お前は愚痴を言っているだろう。それは生きていられるのを自分の当然の権利と思うからそんな不損な言葉が口をついて出てくるのだ。お前も多少は学問とやらをかじった人間だから少しはわかるだろう。息つらいとか心に負担を感じるなどというのは結局はお前自身の思い方考え方に間違いがあるのだ。 もう一度言うぞ。いつ死んでも、文句の言えないような人間が、今日もこうして生きていられる。なんと素晴らしいことだと、いつも思えるような、まっとな方向へ、心を振り向けなさい。そのように思えるのなら、少々熱が、あろうと、具合が悪かろうが、あ、あ、私は生きていると、生きていることの感激が、お前を包み込んでくれる。そこには、 不幸はあって向きが如しだ人間の幸福行というものはその瞬間瞬間のその人の思い方考え方にあるのだ病があろうが不幸な出来事に遭おうがそれらが人間の幸福行を決めるのではない生きていられる喜びの中には不幸や悩みなどというものは存在しない三郎の両目にはいつしか熱い涙があふれてきました 私はそんな三郎を愛おしむように大きな声で言いました。少しは分かったようだな。これからはたとえ身の上に何が起ころうとどんな境遇に置かれようと心だけは今生きていられることを幸福に思いその感動で生きていくのだそうしてこそ天は奇跡を与えてくれるいやこれも本当は奇跡ではないのだ 病だって必ず好転する。そういうように、大自然の仕組みはできているのだ。しかし、そんな奇跡は起きなくてよい。その瞬間瞬間、その人の生命がよみがえっていくのだから、それで十分なのだ。その瞬間こそ永遠の生命だ。つまらぬ生き方で、いくら長く生きても、何もならないからな。ヒマラヤの空はどこまでも青く。 三郎は,は言い知れぬ感激を覚えていました。その後、三郎は、洋画の行者が、自らを貸し状態に陥れ、おかんの中に入れられて、途中に埋められた後、7日目に掘り出されて再び蘇生するという、驚くべき行を目の当たりにする機会に恵まれました。これは、洋画最高の行と呼ばれる入場の行でした。 この行を終えた洋画行者は偉大なる聖者と呼ばれるようになります。カリアッパ氏も二度この行を行った聖者でした。しかし、氏から聞くと入場の行を行うには三十年の修行が必要で入場の行を行った行者のうち生き返るのは三人に一人であり三人のうち二人はそのまま永眠するとのことでした。氏は三郎に このような行ができるようになるためにはクンバ墓という境地を悟らなければならないと告げましたクンバ墓とは最も神聖な完璧な状態という意味だ言葉で言うと体を壺の中に水をいっぱい入れたような状態にすることだよもう少し厳密に言うと呼吸の合間にちょっとだけ息を止めてその瞬間に体を 水をいっぱい入れた壺ののようにするのだ今は何のことかわからないだろうがとにかくこれからはこれを一生懸命考えていくのだ。与えられた命題は水から考え瞑想の中から湧き出てくる直感によってその解答を見つけるのだよ。そう言われた三郎は一生懸命に瞑想を中心とする溶ガの修行に打ち込みました。師は 三郎に滝壺のそばで瞑想するように指示しましたそこは滝が流れ落ちる轟音のする場所でしたこの場所で三郎は瞑想による精神統一を試みましたが音がやかましくて集中できませんたまりかねて死に一所懸命に瞑想していますが滝の音がやかましくて集中するどころか頭がおかしくなりそうです と告げました。するとしはおかしなことを言うなああの滝壺のそばで心がまとまらないとしたらどこへ行ってもまとまらないぞあの場所は私がおまえのために特に苦心して選んだところなのだ私はおまえに天の恋を聞かせてやろうと思ってそうしたのだ